お疲れ様です。小森ウィズです。はい、今回の動画は動物っていうのはやっぱりいずれ死ぬ命じゃないですか。いずれ死ぬ命、まあちょっと言葉のあやですけども、言葉のあや迷子すぎてやばいんだけどまあ動物っていうのはやっぱり必ずいずれ死が訪れるわけでございまして、まあペットももちろんそう。だから飼ってた生き物が自分の意図しないところで死んでしまう、まあよくあることでございますよ。それに対してちょっと切り込んでいくというか、なんていうの、まあざっくり言うと、うちお店じゃないですか。でお客さんがやっぱちょっと飼育でちょっと失敗しちゃったとかで、生態がなくなってしまったりとかしたものに対してちょっとアドバイスしたりとか、その原因を紐解いたりとか、そういう動画をね撮りたいなって俺結構ずっと前から思ってて、っていうのは動物飼育ってもちろん命がつきまとう話ではあるんだけど、失敗しない限りはその成功って見えてこないのよ。難しいんだけど、このなんていうか言い方もさ、まあ飼育っていうのはやっぱり正解がない、これが完璧みたいな飼い方っていうのは基本的にないんだよね。まあセオリーはあっても微妙にずれてくるわけじゃない。その中でじゃあもうこれが確実な正解ですよっていうのは絶対ないんだよね。だけど確実に失敗というか不正解っていうのは絶対あるのよ。間違いなくそのセオリーから外れてたりとか、もう突拍子もないことをやってたりとか、そういうことになるとどうしても飼育ってうまくいかないのね。そういう事象とか事案に対してちょっと解説していく動画を作りたいなと。これはね何回もやっていきたいんですよ。っていうのはまあ俺ちょっと YouTube で発信することってあんまりこう飼育指南とかさ、生態紹介とかさ、そういうものじゃなくて、どちらかというとこれをやりたいっていうのが当初の目的であったのね。っていうのはやっぱり飼育して失敗して生き物が死んじゃった時ってその人しか経験しないのよ、絶対に。本読んだってこうやって工房を死にましたとかは絶対載ってない情報で、でそれに対してなんで死んじゃったんだろうって考えるのはやっぱその本人しかできないの、基本的には。あとは周りに聞いたりとかして、いろんなまあこの可能性を紐解いてって、あこうだったんじゃないかってなった時に、あ次はこれをやめようと、こうしてみようとか、でまたさらにランクアップしてそういう失敗が減るっていう。で俺はまあ再三言ってるけど、基本的に生き物は死んでほしくないじゃん、やっぱり。だからみんながやっぱりしっかり飼育してほしいし、それに対して俺もやっぱ飼育したいと思ってるし、でその時に必要な、めちゃくちゃ必要な情報なんじゃないかなっていうの、これを見ればやっぱり経験が積めると思ってほしい。今までの動画よりも格段にレベルが違う動画だと思って見ていただければすごく嬉しい。あんまり言うことないんだけど、この自分の動画が素晴らしいみたいな。ないんだけど、マジでこれいい動画だと思ってて、ちょっとこれを本当にシリーズ化していきたい。まあ、ケース1。お客さんが飼ってたボールパイソンが、朝は、仕事に行って、夜帰ってきて、横たわってて死んでたと。それはなんでなのかっていう死因を、ちょっと特定するっていう。ということで、飼育設備の再現をしました。この中に入ってるこのバナナちゃんが、ボールパイソンのバナナではなかったんだけど、バナナちゃんが、これボールパイソンだと思っていただいて、まあ、こういう状態で死んでたということなんですよ。まあ、水入れがあって、もう水入れに頭部の方が使ってて、で下半身が出てると。でパネルヒーターが引いてあって、上はちょっと断トツも置いてあったんだけど、断トツもつけてる。でケースはパンテオン、これはちょっとグラスハーモニーだけど、パンテオンって言って前開きの、まあ同じようなガラスケースだね。これは観音開きだけど、こうスライド式のね、まあ一番ポピュラーなガラスケースですよ。でボールパイソン飼ってて、仕事から帰ってきたら死んじゃってて、でその時の状況の写真とかがあるんだけど、まあこんな感じですよっていうのを今出しますね。お腹のあたりがものすごい真っ赤というか、もうほぼ赤黒いぐらいの状態になってて、皮がもうねペリペリ剥がれちゃってるような状態、その赤くなってる部分に関しては、これはまあ本当に単刀直入に言うと、これ低温やけどっていう状態なのよ。
それは何で起きるかっていうと、パネルヒーターがそのヘビのお腹にずっと当たってると、熱いやけどじゃなくてじゅわじゅわっとそのあったかいものがずっと触れてるとやけどしちゃうんだよね。それが起きるとやっぱこうやって肌、なんていうの、腹部が真っ赤になってただれたりとか、水ぶくれができたりとか、皮がめくれてきたりとかするんだよね。でおそらくなんだけど、やっぱそれが原因で死んじゃってる。だから死因としては低温やけどなんだわ今回の場合。でそれがなんで起きたかって話なのね。ここからが大切で、ボールパイソンってもちろんみんな知ってるように高温多湿で飼うヘビなのね。だいたい温度は30度前後とかまで上げて、湿度も 80% とかまで上げるようなヘビなわけ。これまあその人はペットシーツで飼ってて、でそこに半分、まあケースの半分くらいをこのパネルヒーターで覆ってたと。でそこにウェットシェルターが置いてあって、で水入れが置いてある。で普段はウェットシェルターの中に水を入れると、まあパネルヒーターでここのやつが蒸発して中の湿度を上げるっていうような状態で作ってたらしいのね。でそれじゃ足りないかもしれないから、暖凸も上にかましてたって感じなんだけど、ポイントとしてはボールパイソンとか、ブラッドパイソンとか、ニシキヘビ系の仲間が特にそうなんだけど、動きがあんまり速くなくて、体重の重いヘビっていうのはパネルヒーターにめちゃくちゃ気をつけた方がいい。パネルヒーターの上でとどまってる可能性がすごく高いヘビなのね。で体重が自分の重いじゃないってなると、まあ密着率が高いかな、地面との。そうするとやっぱりどうしても鱗がバーッとなっちゃう。だけどこれはね、パネルヒーターが悪いんじゃなくて、今のところこれ普通にやっててもなんないの。これじゃあなんでなるかって話なんです。一つは水分ね。まああったかいパネルヒーターに対して乾いたものであれば熱が直に行くことはないよね。だけどここに水を垂らしてものが乗ったら熱が直に来るのよ。そうすると低温やけど起こす。まあ熱い鍋があってさ、それを鍋つかみで掴むとすんじゃんね、全然平気でしょ。っていうのはやっぱそこに対して乾いたものでさ掴んでるからじゃん。だけど鍋つかみをびちゃびちゃに濡らしてさ、ジュッて掴んだらさ、そのまんまさ、その水分がいきなり沸騰してさ、中まで熱が通って火傷するわけじゃん。もう同じ原理なのね。だからパネルヒーターに対して水分っていうのはかなり良くない状況になるわけ。まあウェットシェルターがやっぱここに乗っかってたってことは、こっから水分がまあ少なからずペットシーツの方に行ってたんじゃないかっていうことね。ポイントとしてはパネルヒーターを使ってたってことと、パネルヒーターに対してパンテオンっていうガラスケースで、これ今ちょっとグラスハーモニーだから下がね樹脂製のプラスチックだけど、プラスチックじゃないんだ。パンテオンはガラスになってるの、底面が。まあ、ガラスはもちろん熱伝導率めちゃくちゃいいわけじゃない。それプラスそのペットシーツ、ペットシーツ薄いでしょ。で水分を吸うわけじゃない。これが普段乾いてたとしても、ここの水がこぼれたりとか、例えばヘビが中に入ってて、水入れの中入ってて、そのままジャバジャバって出たら、まあ風呂場からさ体拭かないで出てるようなもんだから、床がビチャビチャになるわけだな。あとは腹板の部分にこう溝がさ結局あるわけじゃない。いっぱい鱗と鱗が重なってるところに水分が溜まって、それのままビチャッと出てくるわけでしょ。そしたらまあ表面は乾いてたとしても、まあ、結局鱗と鱗の間に水分があるから、ここに来た時にその水分が結局熱を伝導して自分のお腹を痛めるっていうことなんだよね。じゃあやっぱその熱伝導率がいいものが重なっちゃったのよ、状況的に。でいつもは流木を入れてたのって。で流木を入れてたら、まあボールパイソンってさ樹状性だったりとかさ半樹状性とか言われてるけど、意外と木に登るの好きなんだよね、あの体型でいて。だからまあこうやって木のところに巻きついてたらしいの結構。その時はさやっぱこっから距離が取れてるわけじゃない。だからエスケープする場所があったんだよね。だけど今回の場合これがなくなってて、たまたま地面続きで水入れから出てきてとかで低温やけどをしてしまったと。ただ問題なのは低温やけどってほぼほぼ一発で死ぬような
症状じゃないんだよね。もうやっちゃった人だったら分かるんだけど、結構あなんかお腹かいとかでパッて気づいて、うわなんか水ぶくれになってるやべえっつって、でパネルヒーターサンと取ってさ処置したりとかさ、まあドルマイニシン塗ったりとかさ、その軟膏塗ったりとかする、で何回も脱皮してある程度戻るとかさあんのよ。俺もやったことあるけど、だけどこれパネルヒーターってただの熱じゃなくて遠赤外線なのね。ってなるとかなりその内部まで浸透するのよ熱が。これ俺飼ってたヘビで低温やけどになっちゃって、で低温やけどを回復してその後まあ老齢で死んじゃった個体がいて、それをね全部解剖したことがあるの。そしたらその低温やけどしてた部分っていうのは本当に表面はもうすでに治ってんだよ。だけど表面は治ってんだけど低温やけどした部分だけ肉が黒かったのよ。まあ色素が沈着してんのか分かんないけど、だ確実に内臓まで達するダメージがあるんだよねあれって。だからきっと今まで、まあ、その状況がちょっとどのぐらい続いてたか分かんないけど、やっぱりちょこちょこなってたんじゃないかなって俺思うの。表面にはすごくただれるほど出てなかったとしても、やっぱり伝導率が良くて、あの内臓の方にだんだん負担がいってて、であの拒食状態だったんだって。そのヘビが2ヶ月ぐらいかな、湿度を上げる温度を上げるっていうのがボールパイソンの拒食のスイッチを切る、なんていうのかな、セオリーだからさ。だからもちろん当たり前のようにさ、まあ、これで加湿するわけじゃん。で水入れも置いてるでしょ、で暖突も置いてパネルヒーター入れてあったかくする、30度ぐらいを目標にやる。だけどまあ湿度がやっぱね、脱皮がうまくいかなかったりとかしてたらしいのよ。そういう状態になってるとどうしてもやっぱ温度とか湿度とかの方に目が行きがちで、こういう熱伝導率とかのところを見落としがちになっちゃうんだよね。でそのお客さんは知ってたの、あのパネルヒーターが危ないってこと、危ないってこと知ってて、でもなっちゃってるのよこれ。それはさっき言ったようにやっぱパネルヒーターとパンテオンのガラス面とペットシーツ、それと、まあ、ウェットシェルターだったりとか水分、まあうまいこと重なっちゃったんだろうな。それはね知ってたから半分しかつけてなかったんですと言ってたの。でもこれがね盲点なんだけど、まあヘビとかもそうだし、まあヤモリとかでもそうなんだけど、爬虫類は意外と温度から自分で熱いなと思って動いたりとかしないタイプ多いのよ。種類によるけどもちろんね、結構あんのよ。特にニシキヘビの仲間で体重が重い仲間はやりがちだから、このパターンで飼ってる人はかなり気をつけた方がいい。俺低温やけどしてやったやつはゴールデンパイソンだから、バーミーズパイソンのアルビノかな。ゴールデンパイソンってやばいな、ちょっとね、ゴールデンパイソンマジ死後すぎたな。バーミーズパイソンです、ビルマニシケビなんで、それもあんだからパイソン族だから同じ族なのね。体重が重いヘビで、しかもまあ特定動物で大きいやつだからさ、すごい体重が重かったから、それでやっちゃったんだわ。だからね、やっぱね、すごく体重の重いニシケビには気をつけた方がいい。で、ここに今ブラッドがいるんだけどさ、同じパイソン族のね、ブラッド。見てわかるとちょっとさ、汚いんだけど、わかるかな？これさ、ここにいるじゃん。で、床材引いてあるでしょ？もちろん。床材入ってんだけど、まあもちろん水が好きだから水に入った跡があるわな。水に入って出たりを繰り返してる。で、見て。床材全部どかしてんのよ。ここね、ほら、ガラス面見えてるでしょ。こいつら自分でどかしちゃうんだよね。だからやっぱこういう状態で、例えばここにパネルヒーターが全面引かれた場合、やっぱやっちゃう。ただ場合によるんだよ。その種類だったりとか、もちろんその、それで大丈夫な種類もいるから、ちょっと一概には言えないけど、まあ、今回ボールパイソンの話だから、今回ボールパイソンの話で言うと、やっぱり、例えばじゃあこれを避けるためにはどうしたらよかったかっていう話をするね。まずボールパイソンを飼うのにあたって湿度を上げたいとか温度を上げたい、パンテオンだとやっぱかなり厳しいところがあるのね。パンテオンとかで湿度を上げようと思ったら絶対にこういう隙間があるわけじゃん。まあガラスケースだから絶対こういう隙間ができてくるのね。
って横メッシュだったりとかさ、上もメッシュだったりとかさ、どうしても湿度が逃げちゃう状態になっちゃうのよ。でボールパイソンやっぱり飼ってる人って基本的にはそういう引き出しラックみたいなやつだったりとか、あとは衣装ケースみたいなやつで飼ってる人が多いと思うんだけど、あれってただただお金がなくてあれをやってるわけじゃなくて、あれにはあれのメリットがあるんだよね。そう、もちろん観察しづらいっていうデメリットとかもあるんだけど、あれはやっぱ湿度と温度を保ちやすいんだわ。でやっぱり湿度を上げたりとか温度を上げたりとか して中が結露するぐらいまで温めたりとかするんだけど、加湿するんだけど、その時って絶対に水分があるわけだから、こういうパネルヒーターとかを使うと熱伝導率で低温やけどするっていうのが、まあブリーダーの人とかさ、長いことやってる人だったら大体わかるんだけど、あれってさ、あの樹脂製なわけじゃない、ガラスみたいな伝導率が良くないよね。正直ね、だからね、このパネルヒーターの全力を使わなくても温められるケースなんだわ、中がポワッとこもる。だそういう意味合いでもかなりガラスケースの前面扉のものに関してはそういう管理しづらいケースだったんでね。だまずこのケースのチョイスがなかなかちょっと厳しいチョイスだったと。じゃあ逆にまあもうケースはしょうがないと、もうこれで買いたかった。じゃあどうしたらよかったかって話になるんだけど、やっぱり上からの熱だけでどうにかやるべきだったんだよね。それか下やるとしたらペットシーツは絶対 NG。 これは他の生態にも言えるけど、底面ガラスのペットシーツ外のパネルヒーター、これは危ないですマジで、気をつけてください。大型のトカゲとかでもやっちゃったりとかするし、パネルヒーターガラス面だったらもうほぼ床材を使った方がいい。やっぱヤシ殻みたいな床材をバーッともう深く引いちゃって、それに対して加湿することで湿度を上げる。まあそれもやっぱ様子を見て、さっきのブラッドパイソンみたいにガラス面に極に触ってないかとかいうことがないように、それこそ流木入れたりとかレンガとかでもいいけど、レンガあってみたいな、まあパネヒみたいな感じだったらまだ大丈夫かなみたいな感じ。とにかくそのパネルヒーターの上にいさせない方がいいね、パンテオンとかの場合は。その人はなんかそのボールパイソンやっぱり蒸れるから、あのすぐ汚くなってアンモニア中毒とか起こすし、すぐに掃除できた方がいいからって言ってチョイスがペットシーツだったわけね。それは正解なんだけど、あの前提が間違ってて、ガラスケースに対してじゃないんだその話って。やっぱりさっき言ってたような、あの引き出し式のスネークラックだったりとか、なんかコンテナみたいなやつだったらやっぱすごい中が蒸れるから絶対に通気性が悪くなるじゃん、もうトレードオフなわけだからさ。その時はやっぱりこういうの使って糞したらすぐ帰る、清潔に保つことが必要になってくるんだけど、やっぱガラスケースってそういうことじゃなくて通気性が絶対あるからさ。でプラスどうやっても湿度が上がらないっていうのは、まあペットシーツって結局水分を吸うためのものじゃない、ってなると空気中の水分も少なからず吸っちゃうんだよね。だから乾燥剤の役割にも若干なっちゃうから、だからペットシーツがやっぱ乾いててどうやってあげようかなでこうやってやってもなかなかやっぱ上がらない、そこら辺がやっぱねちょっとその難しかったんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、まあ、回避できることが分かったよねこれで。低温やけどの怖さとその状況とこれを回避するにはどうしたらいいか、まあこんな感じのことをねちょっとね、あの発信していきたいなとは思ってるんで、例えばこういう状況とか情報提供をしていただけるのであれば嬉しいですよね。ただまあ これもやっぱり予想にはなっちゃう、最後に言うけど、例えば低温やけどさっき言ったように内臓に達してたことがあったから徐々にやられてたんじゃないかとか、いろんなことを推測して言ってるけど、いや違うんじゃないっていうのも絶対出てくると思う。だからそういう時はちょっとコメント欄に書いてもらってもいいし、飼育の間違いって今言ったようにさ、1個のボタンの掛け違いでこういうことになるわけじゃん。何度も言ったけど、やっぱその人もやっぱ気をつけてたわけだよ。だけどやっぱこうペットシーツがいいよって言われたからペットシーツにしてたとかさ、それはしょうがないんだよね。だから
こういうセットで勝ってたのがそもそも間違いとかさ、どうのこうのとかさ、そういう文句はやめようね。ボールパイソンが死んじゃった人、飼育者に対してあの文句を言うとか、いやひどいねとかはないぜ、マジで。うん、だってまあ俺もやったしね、やっぱ低温やけどは。でもやってない人はさ、これからやるかもしんないし、やってなかったという違うことで殺すかもしんないじゃない。でどこで掛け違えるか分かんないんだよね。だからそのケースをやっぱ知っとかないと飼育ってうまくなんないから、あれをそのなんていうの、殺したイエーイみたいな絶対ダメだよ。バカなのか、お前はバカなのか。いや分かんないけど、まあ、特定の人物が言ってるわけじゃないけど、ただただただ本当にそういうことを言うのはナンセンスだよと、ダサいよと。分かんないことをやっぱ共有していかないと、あの飼育っていうのがうまくならないから、こういうことを発信していくっていうのは本当に大切だとめちゃくちゃ俺は思ってる。失敗した分だけあの人に話せて、それをあこういう失敗があるんだと思ったらめちゃくちゃ気をつけるわけじゃん。それをもうそれが大切って話ね。そういうことをちょっとね、あの発信していきたいですね。じゃあお疲れ様でした。